はい、どうもどうも、福森です。鹿児島県の霧島市に来ました。ここで、竹弓を作っていらっしゃる一等斎さん、私も弓を持ってるんですけれども、その方のもとに訪ねてきました。私の弓の鳴りの確認とで、弓打ちのデモンストレーションを見せてくれるということで、これからお伺いしたいと思います。弓師2人の紹介する場面が撮れていませんでした。すいません。アフレコと写真で紹介したいと思います。こちらクワバタ元則先生、御年90歳、今も現役で現場になっています。こちらクワバタ道永先生、現在主に弓師の全工程を手掛けています。はい、それではですね、私の弓の鳴りの確認のところを見ていきましょう。でも鳴り自体はもう弓の形そのものは、もう私の前に作ったそのまま、はい、大丈夫です。よかったです。張り込み方がいいから肩が崩れない。あ、よかったです。はい、本当ですよ。ありがとうございます。もう弓の肩がおかしくする人はね、はい、もう張り込み方がもうめちゃくちゃ、ちょっともう、つるはずく、あれをやってみて。ガーッと下ろして、はい、はいはいはい、それでいい。あ、で、弓を張って、そうか、戻ったらいいね。ありがとうございます。もう弓の張り方でもいい。弓はどうでも肩を壊す人はですね、はい、張り込む肩を張ってる。で、この状態で、このカブラ胴のとこで、カブラ胴のところでこうやって、はい、ここで一回締め込んで、角に寄せてあればもう緩まないですから。はい、で、この状態で、つるはってやれば、はい、仮にひっくり返ったとしても首を痛めることはないですから。はい、特に新しいうちの弓とか、他の人が、例えば女の人がつる張ってくださいという時は、はい、もし万が一を考えればここを縛ってやった方が間違いないですね。間違いない。予防という。そう、予防で。はい。結構その一つ疑問だったんですけど、握りの下から下をここを持ってっていう。握りの下を持って貼るっていうのは、はい、うちの犬はそこを持って貼ってくれっていうことはもう絶対言わないですから、必ず握りを持って、はい、握りを持って、で、おそらくそれを言うのは弓の都合で、その意味 今はそこを貼りなさいみたいなことを言われたのを、例えばどっかの強い影響力のある人が習ってそれをやってるのを見て自然的にこう広がっていったような、はい、意味もなく広がったような感じやから、意味の癖をちょっと取るなりなんだりっていうのに、はい、そこは臨機応変に形を変えてっていう、はい、基本握りを持って、はい、はい、じゃあ弓引くときそこ持って引くわけじゃないから、はい、そうです。いや、そうですよ、まあ、そんな張り込み方できる人はない。熱入れて矯正しますんで、はい、今日貼ったまま持って帰ってください。あ、わかりました。
動とかだったら結構どうしてか昔から親父の代からこっち大阪の方が少なかったりして親父はもうほとんど東京方面がもう 100% と言っていいぐらい。役に立たさないです。だって熱加えて矯正してからやるから多少はいいですけど、普通の方がやられても。その時の進行を止めるだけで、また使う時に外せばまた元に戻っちゃうから。昔の二倍時代だったら、これをかけて二三日置いとけば、その方がそのまま残るんですけど、なんか自分も合成樹脂でつけているでしょ。そうすると二倍弓と言っても、うちとだけを二倍でやってるだけだから、効果がないんですか、これは。やっぱりしっかり火を入れてからでないと。飲むはもう間違いないですよね。はい、たまにはおさばっちゅうのもありますけど。はい、吸力が強くなればなるほど、やっぱり火を入れた方が。それは強ければ強いほど、おかしい方へおかしい方へ向かうわけです。そうです。吸力の強さの分だけ。もう弓が強ければ強いほど、この弱いところは弱いところへって力が逃げていっちゃうから。はい、ああ。